TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。あの池上本門寺でスローライブ金曜日見に行ったんですけれども、あの仕事があったんで鳥のチャーしかあの見れなかったんですけれども、アコースティックセットとても良かったですね。逆にあのアコースティックセットだからグルーヴがより引き立った感じがしましたね。やっぱりこれはあのディストーションとかさ、あとエフェクターが全くないんで、逆にそういった意味であのグルーヴがもう本当パーカッション、普通普段だとドラムスなんだけどパーカッションとあとスタンドアップベースとあとチャーコギだったんだけど、非常にグルーヴしてましたね。やっぱり相変わらずすごいなと思いました。さあすごいといえば今週のトップ5。5位は先週3位から返り咲きならず、カルビン・ハリスと仲間たち Feels。 4位はジャスティン・ビーバー and Blood Pop Friends。 オンエア好調で先週10位初登場から6ポイントアップ。おっと、3位は先週のナンバーワンソング星野源ファミリーソング、一周殿下で痛恨の2ポイントダウン。2位はダオコ×米津玄師打ち上げ花火、先週と順位変わらずトップ目前で足踏み状態。さあでは9月最初の TOKYO HOT 100を制したのは、星野源を破ったのは桑田佳祐。今年ソロ30周年を迎える桑田佳祐、ニューアルバムガラクトのセールスポイントが大量加算され貫禄のナンバーワンをゲット。桑田佳祐オアシスト果樹園、いかがでしょうか。次回 TOKYO HOT 100ゲストは久々ライズ、さらに VOGUE ファッションズナイトアウトの会場で中島美嘉を迎えて行った公開収録の模様をお届けいたします。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100